はい、どうも横浜エゴサロンの藤森です。本日もお越しいただきましてありがとうございます。それではですね、今日も上手がよく使う手の傾向と対策ということでやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回はね、まあ上手がよく使う手と言ってもですね、手は手でもですね、手抜きということですね、ここのね黒1位とこのコスミツケは、まあ中盤ぐらいで非常に、ね、大きくなってくるんですけども、まあ、ここに打つことでよって次隅の方に入っていくよ、あとここの打ち込みをちょっとね警戒してるよというような打ち方なんですけども、この手に対してですね、まあ、白がなんか常識的にはですね、なんかここに受けてくれるんじゃないかということで期待するわけですね。まあ、こう打つとかこう打つとか、まあ、あと膨らんでつないでね、こんな風に打って隅を地にするよという打ち方もありまして、はい、まあ、この時にこれで隅が地だよっていうのはね、前別の動画でやってますんで、これ三々入られた時怖いなっていう方はぜひそちらの動画ね、概要欄にリンク貼っておりますので、そちらもご覧ください。で、今回はここで受けてもらえると思ったら手を抜いて他に行かれちゃったよとね、これ結構多いんですよ。やっぱり上手はずっとね言うこと聞いてるの嫌ですから、黒が打ってきたところ手を抜いてくる。で、手を抜いた時に意外とあれどうしたらいいんだっけな、手抜かれたからなんかもう小さいのかなと思って自信なくなってね、他行ってしまうケースも結構あるんですけども、やっぱ手を抜かれたらどういった手があるかっていうのを知らないと特にね、弱気になってしまいますから、ぜひ今回は手を抜かれたらじゃあどうするのかというのをね見ていきたいと思います。実はこれね、この間また囲碁皿の方で出てきて、意外とここの手の付け方ね、知らない方もいるんじゃないかなということでやっていきたいと思います。はい、ということで、まあ、白がねポンと、まあ、どっか行きましたと。まあ、そこがあまりにも忙しかったらもちろん最初は少し手をね、受けたりするわけですけども、まあ、そんな急ぎじゃないなという時にここにどういう手があるかっていうことですよね。はい、この時にですね、まず良くない手からやります。良くないのはでも打ってしまいがちなんですけど、ここに割り込む手、この割り込みはですね、そんなに大きくありません。当てつないでも、まあ、黒の形もそんなにね、いい形じゃないですよね。秋三角の形で、まあ、さらにここがねそんなにへこんでないんですよ。白意外と隅ちゃんと地ですよね、これだと。うん、なのでこれは黒が失敗ということになります。なので黒からはここで挟みつけが手筋になります。はい、この手が非常に大事ですね。この手でさらに隅に食い込んで入っていけるわけです。で、例えば、まあ、白がつなげば簡単ですね。つないでくれれば渡っておいて、まあ、最初のね目的通りこう隅に侵略することができたと。で、例えばここで白が受けてくれれば、まあ、この時点で先手で随分ね隅に入ることができましたんで、まあ、これで満足というようなところですね。で、例えば白がまたそれでもね手を抜いてどっかに行くってケースももちろんあるんですけども、まあ、どっかに行った場合には今度はまたね滑りが非常に、今度ここの薄みも狙いつつね大きな手になりますから、はい、このような感じでどんどん隅を取りつつ白の薄みを狙っていくということになります。はい、で、やはりここを打った時に怖いのがね、分断されて結局この1個取られちゃうんじゃないかなっていうのは怖いわけですね。はい、ですけども、まあ実際取られてしまうんですけど、ただこれにはですねしっかりと手が用意してありまして、割り込んで、はい、で当たりされて、でこれで確かに取られちゃうわけですよね。まあ、つないでこんな風に打って取られてしまうんですよ。ただ取られてしまうんですけども、今度は切ってですね、で、つなぎますよね。はい、それからこちらに当たりをしておいて、はい、まあ、この1個取られちゃうんですが、代わりにここの1つを取るわけですね。で、白もおそらくこんな風に渡ってくる、まあ、ここをね、つながってくるように打ちますから、ここでまた1つポイントですね。ここで悩みますよね、こういう時取るのかなと、つなぐのかなと。はい、この場合は、つなぐ方がはるかに大きいので、つないでください。取りですと、なんとなくポン抜きかなみたいに思っちゃうんですけど、これはね白に響いてないです。白もこのままもう渡ってますから、これは手を抜かれて、まあ、どっかね行かれてちょっと黒が甘いですから、ここはつないで次にちゃんと出るよっていう手を残しましょう。はい、これだと白は打たざるを得ないかなというとこですね。はい、それから曲がっておいて、まあ、こんな相場になるわけですけども、これで黒は大満足ということをまず覚えておいてください。はい、これね白つながっちゃうんですけども、今度はね陣地がこう随分こう一線の細い陣地になりましたね。はい、地なんですけど細い、しかも黒は先手で相手をこうね挟みつけてから先手でこうぺしゃんこにしたんですよ。で黒も非常に厚い形でこういう打ち込みがね怖くなくなりますから、でもちろんこういうところにもね白にここにつく分と同じぐらい黒もねちゃんともう地もついてますから、はい、なのでこの図で黒が大満足というふうに覚えておいてください。
はい、こういうのもね、知らないとやっぱり今甘かったかなとかね、ついつい思っちゃいますから、やはりこういうのはね、知識っていうのも大事ですね。これで黒が全く不満がないんだなということになります。はい、ということで、こちらですね、挟みつけて下がられたら割り込んで当ててもつないで取られてもしっかり取っておけば黒が非常に厚いよということになります。なのでこの知識持っておけばですね、手抜かれてもそれはそれで隅グッと入れるからいいよと、あるいは相手がねぺしゃんこになるからいいよというふうに思えると思います。ということで今回はこの手に手を抜かれた場合の打ち方のご紹介でした。はい、ではですね、本日もご視聴いただきましてありがとうございます。毎日ですね、いろいろ実践で使えそうなテクニックどんどんね惜しみなく紹介していけたらなと思っておりますので、ぜひとも、引き続きご覧いただければと思います。でチャンネル登録していただけると本当にね動画が上げた時にすぐお知らせが来たりとか非常に見やすくなりますので、ぜひねまだチャンネル登録してないよという方はぜひともチャンネル登録もよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。